痛い、痛い、あう、痛いよ。私は陣痛に耐えていた。生理痛のほとんどない私にとってそれは比較対象の見つからない痛みだった。5時間ほど前に破水して入院。以後痛みはどんどん強くなっていった。陣痛の程度を表示してくれる陣痛メーターのような装置があるのだけれど、その数値も先ほどから100を超えるようになっていた。看護師さんにまだですか、痛いです、とても痛いですと何度も尋ねる。看護師さんは私のお股を観察し、もう少しですね、あと丸々センチくらい子宮口が開いたらですね、と冷静に答える。あまりの痛みから理不尽な憤りが湧いてきて、看護師さんをスタスタに引き裂いてやりたい気持ちになった。同室の他の妊婦さんは旦那さんなどのご家族に励ましてもらったり腰を押してもらったりしているようだったけど、私にはそんなことをしてくれる人は一人もいない。私を支えてくれたのはまだ生まれてもいないお腹の中の赤ちゃんだけだった。この子だけは絶対に産むんだ、産むと決めたのは私だ、私には責任がある。私は本当に弱くてろくでもない人間だけど、赤ちゃんにはそんなこと何の関係もない。自分のためじゃない、この子のために頑張るんだ、気合だ。私は自分にそう言い聞かせて、ベッドのパイプやテニスボールを使って自分で自分の腰を押してひたすら痛みに耐えた。でもそのうちいよいよ腰が砕けそうな痛みが襲ってきた。私はベッドの上でほとんど動けなくなり、ガクガク震えた。痛くて怖くて涙がポロポロこぼれてきた。意識が何度も飛びかけ、いっそ自殺したら楽になるんじゃないかと思った。赤ちゃんごめんなさい、やっぱり私には出産は無理だったよ。赤ちゃんは母体を選べないのに、こんなのに当たってかわいそうすぎるよね。でももう限界だよ、私はもう十分頑張ったよ、ごめんね、ごめんね。そんな風にかなり本気で死のうかと思っていた時、私は分娩室に運ばれた。ぐしゃぐしゃに泣きながら、獣のように醜くうめきながら、あと少しだけ頑張ろうと覚悟を決めた。決し、私はもう生きて帰れなくてもいい、でもせめて赤ちゃんだけは元気に産んであげたい、赤ちゃんの命だけは助けたい、そう思った。私は看護師さんたちに促されるまま必死で生きんだ。巨大な物体が私の体内から剥がれて外界へ出て行こうとしていた。おまんこが内側からメリメリ裂けてドバドバ出血していく感覚があった。恐ろしい激痛で意識が連続クラッシュしていた。私は死ぬんだ、もう死んでもいいんだと思いながら必死で生きんだ。そしてある時、ずるっと何かが体から抜け出て急にお腹が軽くなる感覚が訪れた。看護師さんたちのおめでとうございますと言ってくれる声が聞こえた。赤ん坊の小さな泣き声が聞こえた。痛みで朦朧とする中、自分が出産を成し遂げたことが分かった。さっきからずっと泣いていたけど、さっきまでとは種類の違う涙が溢れてきた。間もなく看護師さんが赤ちゃんを私の胸の上に置いてくれた。初対面となるその子はしわくちゃの小さな生き物だった。とても非力で弱そうだった。この数ヶ月お腹の中で散々に暴れ回って私を苦しめてきた怪物くんだけど、もういいや、全部許してあげる。赤ちゃんを目の前にして私はまたボロボロ泣いた。でも感動はほんのつかの間だった。赤ちゃんはすぐに取り上げられてしまった。先生、この子。うん、まずいな、四国大学病院に連絡してくれ。なんだか様子が変だ。そういえば赤ちゃんの泣き声が想像していたよりずっと小さい気がする。あの赤ちゃんは大丈夫なんですか？はい、大丈夫ですが少し検査が必要ですね。近くの大学病院を手配しますので、赤ちゃんにはそこに移動してもらいます。四国さんは産後の処置をしますので、しばらくそのまま動かないでください。結構出血しましたね。あの赤ちゃんは本当に大丈夫なんですか？はい、心配しないでくださいね。私はズキンズキンと叩いてくる強い痛みと、
生まれたばかりの自分の子供に何かあったのではないかという恐怖から、頭が真っ白になった。まさか、まさか、いや、そんなの絶対に嫌。せっかく生まれてきてくれたのに。